小学生の時にあのレ・ミゼラブルというあのそれは音楽劇的な感じなんですけど、それを見て本当にその作品が大好きで、一人でレ・ミゼラブルを一曲から最後まで一人で全部歌ったりとか、そのくらい本当に楽しくて、なんかそれがきっかけですね。これに出たいというか、こういうことがやりたいって思ったのがきっかけで、ネクストシアターという蜷川さんのを受けて、あの公演は出れなかったんですけど、あの結局一回も出れずに辞退したんですけども、それの縁であの蜷川さんと知り合って、その蜷川さんの舞台とか見せてもらって、なんかフットマイクもなくて本当に生の声だけで演じさせて、その稽古場とかにもお邪魔するんですけど、その稽古場からのクオリティの高さっていうのがすごく、あ、日本の演劇ってこうあるべきっていうか、だからこう絶賛されるんだろうなっていう、稽古場から全てセットがあって衣装があってっていう、その短い稽古期間で凝縮された舞台っていうのがすごく、それでいてこうすごく情熱的で、それをこう遊ばせてる感じがたまらなく、あ、かっこいいなっていう、いくつになってもこう情熱を持って仕事をするっていうことが大事なんだなっていうのをすごく思いまして、それからすごくなんかこうなるんですけど、その中でどう楽しめるかっていうのを自分で研究するっていうのが、なんか目標になりました。山本浩二さんがすごくとても好きで、本当に海外からの輸入されたミュージカルもやるし、オリジナルの舞台も立ちますし、ストレートプレイももちろん、タイガーも出れるで、バンドもやってるんですけど、バンド活動もできる、なんかもう本当になんですかね、僕の中では本当全てを持ってる人というイメージで、なので山本浩二さんと共演できるっていうのがすごく夢であり目標であり、あのお酒は全然飲めないんですけど、ただ本当家に帰ってあのロッククラッシュアイスを買ってきて、なんかこう大きいこうジョッキにビールジョッキをキンキンに凍らせたやつをこうお風呂上がりにこうコーラをガーってついでバーって飲むっていうのがちょっとマイブームです。霧の浮き船というあのロッテさんから出てるチョコレートがあるんですけども、それが僕あの小学生くらいの時にすごく好きで、一回廃盤になってしまって、その時にあのロッテさんに本当にお手紙を出すくらい、あの本当に霧の浮き舟が大好きで食べたいんですけどっていうお手紙を出したんですけど、本当にご丁寧にあの品質の問題等もありみたいな、なんかこう夏は出せませんとかそういう感じで丁寧なお手紙をご返事をいただけて、であの2年くらい3年くらい前からあの復刻版としてまた出て、それを本当出てる時期に本当300個とかを買って、それを1年なんかこう毎日食べるというか、本当朝起きてチョコレート食べるっていう生活が多くて、なのでそれを大人買いして、本当にストックとしてこう冷凍庫になんかこうドンドンドンって置いてあって、それを毎日1個ずつ食べるっていうのが